赤ちゃんの健やかな成長を願い、熊本の子育てを応援します。こんにちは、未来ちゃん。子育ては毎日新しい発見と驚きがいっぱい。この番組では子育てをもっと楽しくするさまざまなヒントをご紹介しますよ。今回のテーマはこちら。ベビーサインとは、まだうまく話せない赤ちゃんと簡単なジェスチャーを使って会話をする育児法のこと。普段の語りかけにベビーサインを添えて赤ちゃんに見せていくことで、自然と赤ちゃんがその意味を理解してコミュニケーションが取れるようになるそうです。例えばこれはもっとのサイン。両手をすぼめてお胸の前でトントンとします。その時にもっとって言葉を添えながら見せてください。もっとです。赤ちゃんからサインが返ってくるのには時間は少々かかるかもしれませんが、できるようになるとより育児を楽しむことができます。彩りある育児の思い出を作れるようにベビーサインに取り組んでみませんか。ここからは熊本の元気な赤ちゃんを紹介。今回は甲子市の林新太くんです。お母さんにお話を聞きましたよ。新しいことにいろいろ挑戦していってもらって、いろんな方との出会いとか触れ合いとかの中でたくさん学んでいってもらって、より人生を豊かにしていってくれると嬉しいなという意味を込めて新たにしました。やりたいことを一生懸命やってもらって健康に育ってくれれば十分です。小さなお母さんみたいです。上の子は一生懸命2人で支え合って育ってくれたらいいなって思います。あらちゃんが好き。林さんには出演のお礼にグリーンコープの未来ちゃんバッグをプレゼント。バッグの中には赤ちゃんの健やかな成長を応援する商品がたくさん入っていますよ。これからも元気に育ってね。番組では出演してくれる赤ちゃんを募集中です。ご応募いただいた方には抽選で未来ちゃんバッグをプレゼント。詳しくはホームページで。グリーンコープでは今回紹介したベビーサインの体験教室を10月3日に行います。参加のお申し込みについてはグリーンコープのホームページをご覧ください。